皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回はこちらのピラティスボール30センチの大きなものを使ってエクササイズストレッチをしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。ボールの上に座っていきます。ボールの上に座るとき、お尻のグリグリした骨、座骨というところがしっかりとボールを突き刺すようにして座っていきます。そして足を前に、足裏しっかりと床を踏んで、足の幅は腰幅です。背中こう丸くならないようにしっかりと背骨はまっすぐ伸ばしておきましょう。背筋を長く伸びて、両手は膝の上です。目線もまっすぐ前を見ていきます。肩の力は一つ抜いて、鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息が来たらお腹をぐーっとえぐるようにしながら骨盤を後ろに傾けていきます。吸う息が来たらゆっくりと骨盤を今度は前に押し出すようにして反り腰のようになっていきます。また息を吸って吐きながらお腹をえぐります。少しボールを前に転がすような意識、吸いながらゆっくりと骨盤を今度は前に、ボールを後ろに転がすようにしていきます。この動きを繰り返していきます。意識としてお腹でしっかり動かしていくようなイメージです。こういうふうに膝で動かさないで、自分の骨盤に意識を向けて、骨盤をしっかりと傾けていく、そして骨盤をしっかりと前に押し出す、この動きをしっかりと行っていきましょう。骨盤を動かすことで骨盤周りの調整にも効果的なエクササイズです。そして足の付け根も一緒に動かすことで、股関節にある大きなリンパ節を、しっかりと動かしてあげて老廃物を流してくれます。体が少し歪んでいるなと思ったり、下半身がちょっと疲れているな、むくんでいるなと思ったら、ぜひこの動きをやってみてください。ラスト1回いきましょう。動きを止めたらホールから降ります。以上、ピラティスボールを使ったエクササイズです。ぜひお休み前とかにやってみてください。終わっていきます。ありがとうございました。